ベルンシュタイン・オブ・ザ・バイス・ノルデンさんより白金の影を残して上天せり、石板に描かれたメッセージに従い、ゼロたちはベルンシュタイン・オブ・ザ・バイス・ノルデンさんに向かう。ベルンシュタイン・オブ・ザ・バイス・ノルデンさんは雪に閉ざされた奥地に建設された山岳要塞だが、ベルンシュタイン・オブ・ザ・バイス・ノルデンさんというあまりにも長い名称が嫌われ、今ではなんとか山と呼ばれている。考えてみようか。戦況を後方部隊に伝えるんだ。おい、早く行け。王に会ったらどうするんですね。殺す。それだけ？もったいない。殺したらそれで終わりでしょ。どうせならもっとゆっくり楽しもうよ。弱みを握って生きていられないほどの屈辱を味わわせてやるとかさ。悪趣味だな。褒め言葉だね。したのゼロ、こういうの苦手なんだ。高いのが苦手？いや、繊細な動きのジャンプとか。殺す。後で。足が遅くなってきたぞ。もっと急げ。ねえゼロ、一生のお願いがあるんだけど。嫌だね。ろくなお願いじゃないだろう。ちぇ、おんぶして欲しかっただけなのに。ろくなお願いじゃないな。ゼロも一人だ。あの子供も強いんだ。無じゃない。あれは人だ。まさか、ゼロはあの子の乙姫の人を奪ったの。
遅いのか。ラストの声。あんた。呼んだ。呼ばれちゃった。呼ばれちゃった。いいから頑張れ。はーい。なんか閉じ込められて敵が出てきて。なんかありがちもんじゃないの。いきなり叫んでどうした。誰に向かって来てる。いや、まあ大人の事情への苦言みたいな。またジャンプするのか。この遺跡を設計したのはクソ野郎だな。頑張って、ゼロ、頑張って。静かにしてください。なんかさっきも見たもんがあるな。今度は巨人兵士か。さっきのクソ犬の飼い主とか。まあどっちでもいいさ。
寒い。それだけ露出の多い服だと、そりゃ寒いでしょうね。我慢できない。君の服を貸せ。ああ、サイズが合いませんよ。クソドラゴンに燃やしてもらって暖をと。鬼ですか。空か、盲点だったな。じゃ、僕に乗って。くそ、寒いし臭いし臭いし臭いけど、そうするしかないか。言い過ぎだよ。ちょっと寒すぎる。寒い？僕は気持ちいいけどな。君の分厚い表皮と一緒にするな。ワイバーンだらけだな。フォーの歌に操られているのか。ワイバーンはドラゴンと違って下等な欲流だからね。低い姿勢で喋ることもできないし、大したことない運動能力で有名なんだ。あんな奴らさっさと燃やし尽くしちゃおうよ。なんかワイバーンのことになると人が変わるな、君。褒めてないぞ。そうになるよ。ダメだ。どうしたのゼロ、ワイバーンにやられた？いや、君の背中が臭くて吐きそうな。吐いてもいいよ、僕は全然気にしないから。なんだその鈍感さ。そんなんだからここまで臭くなれるんだな。褒めてないからな。怪しい。怪しすぎるだろ。ゼロ、雪嵐がひどくて前が見えないよ。おかしい。どうする、ゼロ。ゼロ。頭の中まで凍ってた。もっと真剣に下等生物で
しようよ。視界が悪くて戦いにくいぞ。